零式環状戦闘機に関連する作品の一覧は、日本海軍を代表する戦闘機、零式環状戦闘機が登場する作品の一覧である。日本人に馴染みの深い戦闘機であるため、架空戦機や映画など、数多くのフィクションにも登場している。トラトラトラの撮影に使われた T-6 敵3の改造機。 敵山ゼロ第二次世界大戦を舞台とした映画で数多くの作品に登場している。その他多数の架空戦機に登場する。第二次世界大戦を舞台としたシューティングゲームやウォーシミュレーションゲームなどでプレイヤー機やユニットの一部として登場することが多い。人気の高い戦闘機であるためノンスケールのブリキのおもちゃをはじめ日本、アメリカ、イギリスなどの 各メーカーから多数のプラモデルや食玩、木製や金属のソリッドモデルや飛行可能な冷戦玩具など多数が世界中で発売されている。過去にモデル化されていても入手が現在困難なスケールや製品も多い。プラモデルは特に種類が豊富で設計者の堀越二郎が監修した長谷川の1、32スケールの52型のプラモデルを はじめ、1、700から1、24まで、豊富に販売されている。代わり種では、金属製の1、16の雑誌型の大スケールキットが、出版されている。ライデンテックゼロファイター R-C モデル。ありがとうございます。